はい、皆さんこんにちは、石川海人でございます。ということで、画面見てお分かりの通り、今日は PUBG モバイルやっていきたいと思うんですけれども、いつもやっている人とは違う人が映ってますね。何を隠そう、プロチーム47の選手の方々に来ていただきました。やったねー。上からここはモーリーゾーン前に出る、あとは挟み込むだけ。ということで、ちょっとお一人ずつね、今回マッチに参加してくださる方々自己紹介をお願いしたいと思うんですが、じゃあまずフーさんからお願いします。はい、先日大会で味方を吹っ飛ばして信頼度60まで下がりました。どうもフーです、お願いしますこれはね、戦略的にチームキルしただけですからねはい、そうです、計画通りです、はい、続いて森蔵さん、お願いします。チームで指揮官をやってます、森蔵です、お願いします。はい、お願いします。そしてもう一方お願いします。はい、チームの唯一の真面目枠、社交的なウェブと申します。一番の真面目役なんで、おっと、2人をね引っ張っていけたということで、このプロチームの方々に混じってちょっとクラシックに混ざらせていただきたいと思うんですけれども、ヒメプって経験ありますか？ないです。今回はですね、じゃあ皆さんに僕がヒメプを指導するということで、ヒメプをしていただきたいと思いますなるほどはい、お願いします。で、なんで今回この47の方々と一緒にやることになったかと言いますと、 PMJL シーズン1という PUBG モバイルの大会が行われておりまして、そちらなんと多分最大規模になるんじゃないですかね。賞金総額が3億円にもなる大会ということで、非常に盛り上がっておると。で、そこで参加している、しかも上位のチームの方とコラボさせていただけるということで、この動画撮ることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ森蔵さんをフォローすればいいですか？僕ちょっとパラシュート下手くそなんで、ついてきますね。うまい、パラシュートがうまい、僕天才。やばい、なんか俺鉄塔え、なっちゃう、俺どこいんのこれ。武器ない、武器ない、武器ない、終わり終わり終わり、武器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 、ナイスナイスです。とりあえずガチャする。当たった、ナイス当たり遊んでるな。ちなみに普段もこうやってクラシックで遊んだりするんですか？遊びます、めちゃくちゃ。ちょうど昨日の夜かも。なんか選手のイメージってずっとこうスクリーム、はいはいはい、いわゆるその強い人たちが集まって大会さながらに試合をする、そういうイメージがあるんですけど、なんかそういうのはこう時間限定とかなんですか？そうですね、基本、うん、もう毎日そのだいたい決められた時間、まあ夜の8時から。あ、夜の8時からなんだ。それ何時間ぐらいやるんですか？だいたい日付が変わる手前ぐらいまで。長い、4時間近くずっと。めっちゃ詰めてますね。やってる。おっと、ごめんなさい。おっと、オーマイガー、道路反対です。うん、分かってるよ。多分大丈夫です。いや、上にもいいんだよね。こっち行くね。うん、詰めないで、やばい危ない。なんとか3回っすかね。そうですね、4回です。3回か4回に。3か4、俺の上だな、完全に。4っぽいな。一番上の階行きますか。僕も行く。俺下から上がるわ。左います。ナイスナイス。こっちもマシュもやった。ナイスです。結構こうチームカラーとしてはガツガツに攻めるタイプですか？そうですね、そうですね、ゴリゴリにゴリゴリに言っちゃいます。なんか47って結構新しいチームって聞いてるんですけど。そうですね、なんか終わりました。ロケーションマンション中っすね。了解。俺の上もいる。うまっ、強い。降りてきた、屋上。すごっ、やった。見つけた時には敵がもう煙になってる47、その新しいチームとしてなんかこういう特徴を目指してるとかってあります？そうですね、それは森蔵からお願いします。まあやっぱなんか一躍なんか活躍したいみたいな、みんながなんかこう誰かが活躍できればいいやじゃなくて、僕たちこうみんなが活躍したいみたいな感じの人たちなんですよ。そのなんかチームの
なんかそのこう なんて言うんだろう、動きとかも、うん、なんかみんなで前出ようぜみたいな、そういう感じになってますね。みんなで目立とうみたいな。そうですね、チーム全体でちゃんとみんなの印象に残っていこうっていう、はい、いやめちゃめちゃいいっすね。なんかその協力体制っていうか協調性が高まりそうでかっけえ。石川さんちょっと雑談なんですけど、はいはい、ここに僕たちのロゴがあります。出ました。出ました。この看板総合1いただきました。いやー、はい、でかいよなー。 Day5 総合1位めっちゃかっこいい。なんかあるアップデートからこの看板追加されたじゃないですか。なんかこういうのが見れるとめっちゃテンション上がりますよね。上がりますね、これめちゃめちゃやる気めっちゃ上がる。あとリスナーさんのとこからも、うんうん、撮ったよみたいな DM もらうとありがてーと思いますね、うん、めっちゃ嬉しいよなー。これはかっけー。プロのなり方とかってのはよく知らないんですよ。プロってどういう経緯でなっていったんですか。僕で言うと、もともとこのゲーム始めて、その最初こうやって野良とかクラシックをやるだけだったんですけど、うんうん、ここは試合とか大会に出てみたいなと思って、ツイッターのアカウントを作って、うんうん、いろんな、まあ、友達とかそういうのを増やしていって、プロの人と友達になれたりすると、マークロケーション。カバーよろしく。はいよ。あ、そういうこと。ナイスナイスナイス。なんでついてきちゃったんだろうな俺。もう一枚いますみたいな。終わってた。やべえ、何の話してたっけ。プロになった経緯かな。あ、そうそうだ。僕がそのツイッターのアカウントを作って、でプロの人とかと友達フレンドとかになって、うん、でまあ一緒にプレイする機会が、うんうん、できたりすると。なんていうんですかね、そのうまいっていうか、その自分をうまいとは言う。蹂躙されてく。プロチームとかが募集、メンバーを募集してたりっていうところに、はいはい、まあ、自分から試験というかそういうのを受けに行くっていうのもあるんですけど、僕はその知り合いになったプロから声をかけてもらってプロチームに入るっていう経緯です。スカウトやん。そうですね、スカウトみたいな。かっこよ。スカウトの形もあるんすね。え、ちなみに他のお二人は。自分はもともとそうですね、あのチームとして活動していて、まあ、なおかつそのなんていうんですかね、たまたまその最初に所属したチームの、まあ、PBG モバイル部門を作ると。で PBG モバイル部門を作るってなって、チームごと、そのチーム、自分が所属したチームごと、受け取ってもらったっていうプロチームって感じでプロになりました。でその後にまあ何やかんやって今イルブブとモリゾと同じチームで活動することになって、うん、っていうのが。え、なんかすごい、なんか自分でチームを作るっていう、そういうやり方もあるんですね。ダウンしてますね。すごい。ゴリゴリに打っていくんだな。運転してるだけで上がれないよ。あ、終わりっすね。はぁ、終わっちゃった。下にもいる、こっちがいる。どかどか僕ら上がれてない組だ。あー、終わっちゃった。終わり、終わったくさい。終わっちゃった、終わっちゃった。あれ、駅撃ってたやついない？敵は？次は森蔵さんのあれ、行きます。森蔵さんの経緯を。経緯を僕ですか。ナイスナイスです。森蔵さんのプロになった経緯は。僕のプロになった経緯ですか。うんうん、でもウェブとあんま変わんなくて、そのクラシック、うんやってて、うんうん、なんかまあなんか大会があるからクラシックやってて、その今違うプロチームにいるんですけど、違うプロチームのそのもっと仲良かった人となんか一緒に頑張ろうぜって言い合った人がいるんですけど、ほん、まあ、その人とあのまあなんかまあ最近までは同じチームだったんですけど、なんかその人と一緒にその一緒にじゃあ手を取り合って頑張ろうぜって言ってた、はい、友達がいたんすね。はい、あ、今ちょっと別のチームにいるんですけど、はあはあ、います。その友達とじゃあ大会とかで戦うことになるってどういう気持ちっす、はい、いやなんかもう本当に、いや僕の中ではもうライバル視してますね。おお、お前には負けないぞっていう激アツ。はい、あ、めちゃめちゃ熱い展開。よくツイッターとかでなんか、うん、まあなんか、まあ、僕 MVP 取らさせてもらったんですけど、うん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 、
なんか、まあ、その人からなんかお前強かったぞって言われて、あ、嬉しいなって嬉しいなって思いましたね。めちゃめちゃなんか青春してるな、なんかすごくないそれ。まあやっぱゲームとはいえど e スポーツだから、そういうなんだろう、選手間のやり取りは絶対的にあるよな。そうですね。なんてことだよ。3人しかおらん。うーん、ないっすね。ダンス、ね、あと1枚はどこだ。なんか撃ってたけどな、それ撃ってたね、正面、うん、前撃ってた310の方。バゲラいる？いるかね、うん、わお、あ、こうなんか爆破してる。バイクだ。すごい全力逃げですねめちゃめちゃ逃げてますね。行きますか、ね、うわーっつって逃げてる。なんか撃ってる撃ってる撃ってる。やった、やっとキルだ、やっとキルだよっしゃナイスキル、ナイスキル、ナイス。優しい、優しい人たちだあったけあったけよ。今までこうずっと PUBG モバイルの選手だったんですか、皆さんは。そう、いや僕は違います、ね、僕とウェブが、まあそうですね。で、森蔵は結構前の方から。うーん、なんか僕いろんなゲームしてて、うん、いろんなその大会で、まあ、勝ったりしてたんで、うんうん、まあ、いろんなジャンルができる。いる。ウェブさん大丈夫ですかそれ。ちょっと怖いですね、この煙。屋上っすね。やばいよ。了解です。あ、そうなんだ。いろんなゲームやってる人もいるんだ。はい、あ。ナイスです。ナイス。ダウンかまだ。そうダメです。それは自分でこのなんだろう、他のゲームのプロやってる時とかに、あ、 PUBG モバイルも面白そうだなと思ってやってみて、はい、で極めてプロになるって感じなんですか。なんか、いや、でも他のゲームプロっていうか、その、うんうん、なんだろうな、まあ、アマチュアみたいな、本当 お遊びで強かっただけなんで、プロっていうわけじゃないですね。あ、なるほど。アマチュアでチーム組んでて、まあ、はい、そっちでも遊んでたけどみたいな。そんな感じです。適当にやってたら勝ってたみたいな。いやいや、もうそんな感じです。強すぎだろそのエピソード強すぎだろe スポーツって結構最近じゃないですか、注目されてるのって。昔から今の変化とか感じます。やっぱり家族うまい。お、ナイス。やっぱ家族からとか親戚から友達からの目が変わりますよね。何お前ゲームしてんのじゃなくて、あ、頑張ってるんだねっていう、そっちになったことが僕は嬉しいです。いや、めっちゃ嬉しいやつだそれめっちゃ見てる、めっちゃこっち見てる。おったがいい、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 こうやってしょってんじゃん、これ。おい、おったがいい、でも後ろいる。左もいるわ、左もいる、左もある、左もある。なんか上登ってる、上登ってる。やったやった、こっち行こう、こっち行こう。右行く、それ右走って左行ったわけ、うん、左から行きましょう。はい、すごい判断が早い。どこどこどこってやってるうちにも左行こう左行こうってなってるからみたいなこのゲームほんとちょっとでも判断が、一瞬の判断によって試合が変わっちゃうんで。そうですよね。どうです、なんかこう例えば大会とかで自分たちのこういうやってる、いわゆる戦略とか、こっち行こうあっち行こう、いや、こっちの方がいい、あっちの方がいいみたいな話し合いをこう実際に流されるってことになったとき、マークロケーション聞かせられます？全然いいと思います。わあなんかそういうシステムみたいなあったらいいですよね、大会とかで。うん、確かにそうですね。一般の方のプレイも勉強になるし。うん、めっちゃ目の前にいた。オーマイガー。いて、おっと、それは無理だね、これ。俺無理だね、間に合わないね。めっちゃ目の前にいたわ。
なんてこった。まずい。これはまずい。仲間が。なんかその草むらの中、草むらの中。右の草むらの中。あ、それじゃない。それそれ大丈夫。それそれそれ。怖。下にいますね。あ、キルパクされる。下やりました。ナイス。もう一枚。うわらうわらうわら。うざいなぁ、向こうの人たち。タイミング投げます。うざいですね、これ。グレ、あー、木使い切っちまった。よしよしよし、行こう。ここ一枚抜きたいな。ギリ当たってそう、爆風だけ、うん、当たんない。ここら辺じゃない。投げ物、うわうまー。ナイスナイス。うますぎんかい。待て、反対めちゃめちゃいるな。やばい。あと赤ピン4人とどっかに1人じゃない。そうだね。これはどっちによるかですかね。結構そうですね。でもあと左巻くからやれそうじゃない。いやー、いけると思うけど。左だ、まあ今のうち領域広げといていいと思うよ、ね、広げる。自分の領域使っていいと思う。領域展開ってやつ。展開します。展開します。いらっしゃい。お願いします。領域展開。じゃあ僕はあの領域をここに固定してずっとここでちょこちょこしてます。仲良い。僕も石川さんの隣でちょこちょこしてます。いや、これもまた痛い痛い。これもまた戦略。あー、向こう行っちゃった。うえー、これは向こう強いな。いや、ワンチャン俺ができたら、うん、森蔵がワンダウン取れれば。この運要素もおもろいな。もうめちゃめちゃ見つかってるもんな。どうしようかな、これ。ちょっと待って。うわ、きつそう、それ。もうワンチャンじゃね。え、そっちからさ、ヘイト変えないかな、大地。あ、いいよ、ちょっと待って。タンスのワンダウン取れたらでかいな。あと20秒あれば、俺いける、そっち。あ、出た、切れた。バレてるかな、これ。うわぁ。バレてないと思うよ。めっちゃ上手いんだけど。2か1か8かで。当ててくんだよなぁ、ちゃんとしっかり。めっちゃ当てられる。痛い、うん、痛い。めっちゃヘッドかってる。でかい、でかい。そのヘッドか、でかい。横取れた、横取れた。横取れて、横取れてる、俺。前に失礼。まだ大丈夫。失礼。ごめんなさい。やって。これで前に出れる準備が。できたかな。はい。いや、無理だー。オーマイガー。ゲル投げればよかった。ごめんなさい。ここ4枚いる、4枚いる、ここ。4枚。1枚チャレット置いてる。1枚起こしてるな、1枚起こしてる。ここに1枚いる。僕のここが。アンチ入ってるので一応耐えれそう。あ、本当だ。入ってんのか、そこ。いや、ごめんなさい。見つかるかな。あ、無理だ、何もねえ。こういった、おー、あーと 2v4 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 だね。これは、あ、アンチ向こうだった。うわー、えぐい、これは。だってもう勝ち試合じゃん、向こうの。タンスナで体重が。かっこよくタンスナで前抜きじゃない。痛い。頭吹っ飛んじゃった。強いんだけど敵。なんでドンカツしたいよ。ここまで来たらドンカツ取りたい。いや、これもう木が、あ、木4つもある。お、ナイス。めちゃかい。ワンちゃん、ま、前に巻いちゃった。落ちてきて、落ちてきて。いや、やばいの、これなんもないの。ほんと、太一がワンチャン抜ければある。サンヘルなんで。うわ、でかい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 、これ。なんで、あと右、あと右。強っ。いける、いける、いける、今しかない、今しかないってなったら。もう一回、全部耐えて。うん、全部耐えて、全部耐えて。
やばい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 ごめんなさい。いやー無理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 。死んじゃう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 。これはきついな。ああ惜しい。もうくらきたーい。いやー僕がいたらあったな。いやごめんなさい。ということで、今回ドンカツにはならなかったんですけれども全員千ダメ超え。しかも僕以外は二桁キルということで。やっぱりプロの強さが実感できたのではないかなっていうふうに思います。ということでね、PMJL シーズン1は現在開催中でございますので、もし興味が湧いた方ご覧いただければと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにこの47の選手の皆さんの、チャンネルや配信など、概要欄に URL 貼ってありますんで、もしよろしければちょっと飛んでみて、ご覧いただければと思います。またねー。